なんかみんな思ったよりボールの扱いうまいなとか。そう言ってもらえて。リベンジャーズ長いなと思った。あ、はいはいはい、それやったら別に帰んやったらなんかもっともさきみたいな感じで言うじゃないけど、パンみたいなところでもいいかも。まあでもリベンジャーズで慣れちゃってたら難しいわ、うん、そうですね、なんか違和感があるよね。確かに、まあ、コメントではなんか結構ゼロからもうスタートだから変えちゃった方がいいんじゃないかってコメントとかもあったんですよね。いやー、コメントに左右されるのはちゃうでしょ、これに関しては。まあまあまあ、お疲れ様です。あの約1年半ぶりに今日ほとんどの選手が集まってあのトレーニングできたと思うんですけど、大場君とか多分再始動後初めての参加だと思う。どうですか？なんかみんな思ったよりこうボールの扱いうまいなとか割と。そう言ってもらえて。でもなんかみんな。まあ、体は動かない部分はそれはしょうがないと思うんですけど、まあ、ボールタッチとかすごいうまい部分も結構見られたんで、ここからもう本当、まあ、試合があるってことなんで、まあ、しっかりおのおので体を動かしていけば全然試合にまあ、負けないぐらいなチームにはできるんじゃないかと思うんで、ここからみんなで頑張っていきましょう。よし。ソウタ君とかもあれですね、初めてですね、再始動。あー、そうっすね。なんかあんまり久しぶりって感じはしなかったですね、僕は、うん、なんか全然雰囲気いいなってなってやろうって個人的には。そうですね、個人的には。個人的には全然動かなかったんでちょっともっとここから仕上げていかないといけないなって感じです。ユニフォームじゃねえや、名前、名前っすね、ちょっと、うん、まあコメント欄とかでも、うん、なんか一からこうスタートした方がいいっていうんで名前変えた方がいいとかもあったと思うんで、まあ、これいい機会かなと思って、うん、まあ、ほとんど人集まれてると思うんでちょっと今日決めたいなっていう、うん、あ、後輩あれ、俺一応10個考えてすごっ、めっちゃ考えてちょっと10個からちょっと10個いいよ。一つ目、一つ目リボン、これダサいからなし。あの、何のキーワードですか？全部 RE を最初につけて、あ、リベンジャーズ、リベンジャーズ、リ、はい、次レボリューション、これなし。マジで頼む、なしです。言わないでしょ。そう、言わないでしょ。いいなと思ったら、いいなと思ったらちょうだい。 OK、 リサージ、挑発を入れ、再び浮上するという、困難に、困難に立ち向かい再び勢いを取り戻すシーン。おー、いいね。もう一回、もう一回言って。リサーチ、ハルカそれハルカス。ここでいくつかさ候補出してさ、まず視聴者の、ああ、確かにそうですね、ね、確かに決めてもらうのもいいんじゃない、うん、名前を変えるかどうかっていう、ああ、そこの意見。確かに何個か候補出してその中にリベンジャーズも入れて投票とかで見ちゃう。ああ、長いリベンジャーズ長いなと思った。ああ、はいはいはい。なんかそのなんか掛け声するのとかもしたし、それやったら別に変えんやったらなんかもっともさきみたいな感じで言うじゃないけど。パンみたいなところでもいいかも、ね、うん、まあでもリベンジャーズで慣れちゃってた分難しいわ、うん、そうですね、そうなんか違和感があるよね、確かに、そこは、うん、だからなんか何聞いてもさ、ちょっと今さらチーム名言うときとかもさ、うん、ちょっと難しいよね。まあこれから活動していけば多分それは普通になるんですけどね、うんうん、まあ、そういう意味では変えたくないけどね、うん、慣れちゃった部分もあるし、うん、見てるみんなもさ、リベンジャーズでさ、ね、こういうチームって分かってるわけじゃん、はい、今さら変えるのも。まあ、コメントではなんか結構ゼロからもうスタートだから変えちゃった方がいいんじゃないかってコメントとかもあったんですよね、うん、まあ、どっちもなんかそのままがいいってコメントもあったんで、それでどうしようかなって感じなんですけど、いやー、コメントに左右されるのはちゃうでしょ、うん、これに関してはそのだってコメントってさ、その意見に納得してる人たちはコメントせえへんの、それな、うん、はいはい、だからその例えばリベンジャーズが活動再開頑張ってほしいって思ってる人たちは今活動してることに対して何も言わへんけど、
何すんねんって思ってる人は多分例えば書くもので書く、はいはい、でも逆にそれをやめようとしたらいやなんか、まあ、そうそうそう逆の人たちがそのコメントするっていうのが多分あると思うから、はいはいはい、そのコメントせずにただ見てくれてる人もいっぱいおるわけ、うん、だからそのなんかコメントに左右されてチーム名を変える変えへんとかはやめた方がいいかも。だからここで話し合って、そうそうそう、それで行きますっていうのにこう進んでいくことに対してこうみんながどうコメントしてくれるかっていう部分やから、うん、変えたいと思ってる人と変えたくないって思ってる人一回聞く、まあ、変えたくないんだったら俺は変えたくない、うん、別に変えなくていいんだったら、うん、今ただそれがなんか巻き込まれるとかどうのこうので変えざるを得ない状況なのかどうかまだはっきりしてないっていうところがある、うん、別に変えなくてもいいんだったら別に俺はリベンジャーズでいいと思う、うんうん、じゃあもう変えないで行って変えろって言われたタイミングで変えたらいいんじゃない。だって今はだって別に何も言われてない状況、うん、言われる言ってくるかもみたいな、そのでなんか他で聞いてみたいな感じで直接言われてるわけじゃないの。だからそれやったらそのままやって確かにリベンジャーズが例えばこう軌道に乗ってじゃないほんまに進んでってやっていくってなった時に言うんやったら、じゃあもう変えてでも別にこのメンバーでやるっていうのが優先になったら全然やったらいいよ。そこで変えたらいいじゃん、もうここでも変えざるを得ないから変えます、それでも頑張っていきますでも別にいいと思うけど、今のタイミングだとまあロゴにリベンジャーズって入ってるんで、うん、ユニフォーム作る段階での方がまあ、後で変えなくていいと、まあロゴ入れなくていいと思う、だからユニフォームロゴ入れないで別にいいんじゃない、ロゴ後からでもつけれんじゃん、あロゴなんて後からでもつけれる、ユニフォームは取り外すのはめんどくさいから。でもさ、その時に作り直せばいいや、そのユニフォームをもしチーム名を変えないとガラッとそこで、まあ、それぐらい の, その変えるって言ってもそういうことやと思うよね、うん、その変えることを考えてロゴをつけないとかいうよりかはしっかりもその自分たちがかっこいいと思えるユニフォーム作って変えなあかんだったらもう一新する方が、で今の日程とかそういうのでいくと1月にユニフォームが完成するっていう感じですね、うん、なので1月からはユニフォーム着てできるっていう感じで、まあジャージも今進めてて、ジャージはどうかわかんないんですけど、できればっていう感じでお願いしてるっていう感じです。誰が名前を送るかみたいな気まずい1枚できそうやゼロか1か2か大阪1やったら気まずい10とか言ったやつも王様やとりあえずじゃあ名前は、うん、リベンジャーズで、うん、まあ枚数っていうか誰が続けるか決まったんで、うん、作るものもどれくらいかっていうのも決まったんで、うん、それも伝えてっていう感じなんで、うんうん、まあユニフォームはほぼ確定で作ってもらえる、うんうん、嬉しいね、モチベーションがね、ありがたい、すごいありがたい、みんなそう言ってない、背番号とかもさ、決めながら、なんか希望のじゃないままリベンジャーズやってた人も俺、確かに自分のいろんな番号つけてたよなぁ、毎回ちゃうからじゃないですか、確かに大地くんとかもちゃうでしょ、だって思ってもそうやから名前入ってないし、名前入ってない、で、今回名前も入れる、名前も入れます、名前と番号を決めてっていう感じですね、俺が決めとくよ、名前名前中とか俺が番号は被んなければそれ入れるんで、うん、もし被った場合はなんかそこで決めてもらうっていう感じで、うん、どうやって決めるじゃん、で番号決めもちょっと一本にしよう、ああ確かに大事だね、確かにこれなんじゃない、もっと楽に来い、確かに確かに、そしたらまあ名前のところも決まったと思うんで、まあ、11月に全体練習でもっと大きいコートでちょっとやりたいなと思ってるんで、まあ、そこに向けて、まあ、個人がもっともっと動いて、まあ、今日中にも動けなかったメンバーとかもいると思うんで、まあ、東京メンバーはハイエックスだったりとか、動ける場所はあると思うんで、まあ、その上こそ僕の社会人チームだったり大地くんの社会人チームだったり、まあ、関西達也くんが社会人チームとかやってると思うんで、まあ、そこでおのおの動いて、まあ、もう一回 100% の状態で11月練習しましょう、よし、はい、お疲れ様でした、ありがとうございました。
そうですね、すごい充実した、時間でいうと多分1時間2時間ぐらいやったんですけど、濃い時間過ごして関西から、こっちに来て良かったなと思います。サッカー自体もめちゃくちゃ久々やったんですけど、まあ、筋トレであったりとかトレーニング自体はやってたつもりですが、実際にいざこうサッカーっていうのをやってみて全然動かれへんなと思いましたし、筋持久力的なところであったりとかボールフィーリング的なところ、まあ、全部ちょっと自分の中ではまだまだやなっていうのが率直な感想ですね。平国なお前お前鼻をじりながら平国なお前男すぎるやろ。そうですね、やっぱ楽しいです。はい、でもなんか久々感はほんまにみんなが言うようになかったんですよね。でやっぱりそのリベンジャーズ独特のパワフルさがあったんで、やっぱ楽しいなっていう気持ちが一番強かったし、みんなに会えて嬉しいです。そうですね、個人的にはなんか全然サッカーできてなかったんですけど、思ったより走れたなっていう感じだったんですけど、まあ、試合も決まって試合のこと考えるとまだまだ全然足りてないんで、まあここからはまあ、あと2ヶ月ぐらいちょっと追い込んで試合でしっかり結果残せるような体力をつけていきたいなと思います。まあそうですね、やっぱり1年半のブランクを感じさせないぐらい雰囲気も良かったですし、やっぱりこのメンバーで、リベンジャーズ再始動して頑張っていきたいなっていう気持ちを多分みんな持ったと思います。それぐらい良かったと思います、練習は。まあ雰囲気はね、相変わらずめちゃくちゃいいですし、あとはね、あのチームの方向性をどうしていくのであったりとか、まあ、そういうのを決めるであったりとか、全員 そのサッカーへのモチベーションというのを高めていく、まあ、別にまあ、リベンジャーズとしてはやっぱりただのサッカーチームではないとは僕は思っているので、まあ、それ以外の影響力、サッカーから踏み出せる影響力だけではない角度からの影響力というのも、まあ、世の中に出していければなと思っております。雰囲気いいっすね、相変わらず。なんかいい意味で部活感というか、そういう雰囲気があって良かったと思います。そうですね、まあ試合があるっていうことを、まあ今日みんな聞いたと思うんで、ここから、まあ今まではやっぱりリベンジャーズが活動するかどうかっていうのは分からなかった状態で、みんな各々活動個人としてのあれがあったと思うんですけど、ここから1ヶ月1ヶ月半っていうのはもう試合があるっていうのは決まった状態やと思うんで、ここからの各々の過ごし方ですごい変わってくるかなと思うんで、でやっぱりチームとして、まあ、勝ちを目指しますけど、その内容も大事やなと思ってて、不甲斐ない試合をしても相手にも失礼やし、わざわざ試合してもらうっていうので、だからそういった部分を一人一人が自覚持ってこの1ヶ月半どうやって過ごしていくか、そこをこう全員がしっかりふわっとじゃなくて考えれてるのかが、この1ヶ月半12月に全部出るかなと思うんで、僕も関西戻りますけど、そっちでできる限り体を動かしてチームの助けになるように頑張りたいなと思います。あと2ヶ月、まあ、時間はあるということなので、まあ、しっかり、まあ、筋トレでだけではなく使える筋肉であったりとか、まあ、ボールフィーリングのところっていうところを含めて、まあ、全部徐々に戻していけたらなと、徐々に、まあ、2ヶ月なんでちょっとハイペースで戻していけたらなと思います。そうですね、やっぱり最初やっぱこの新しくなって最初の試合なんで、まあ、しっかりその向けて、その次の試合に向けてしっかりと、まあ、多分そんな集まれへんと思うんで、ここで頑張って、まあ、僕自身も頑張って、でいいプレーできるように頑張ります。俺のピアスしよう、インタビューしてみる、インタビューしてみる、あっ、ね、その顔変えるムーブみたいなやめてもらっていい？俺まだやってるから。オッケーオッケー。やっといて。いい？車の鍵で行くらしい。さっき乗った。置いていこうとしてるよ。やめてます。ほんまに。はい、終わらせ。はい、なんかこうやってみんなで集まったら、より、リベンジャーズで試合とか活動して、なんか形に残していきたいなっていう風な気持ちになります。なんか俺の時だけ雰囲気ちゃうよな、なんか。やめてもらっていい？オッケーオッケー。よし、帰ろうか。帰ろう。楽しかったね。ピース楽しくなかったみたいです。ピース大丈夫かもう行こう。うまいことやっといてください。お願いします。
リベンジャーズです。よろしくお願いします。フレンジャーズ組で練習する今日も勝てた思った。競り合いがちょっと苦手なんです。これ筋力とタイミングだと思って、集中はまずスピードをこうガッて上げちゃうと、まあ、相手に限定されやすいから、自分で対峙する相手に対してこうおへそをこう向けるように